今日は金曜日なのですね。お元気ですか？いや、なんか眠れなくて眠れてるんだけど浅いみたい。それでずっと眠い。なんか眠い、なんか、なんて言ったらいいんですかね。ずっとその寝てはいるけど、すぐ起きちゃう、意識を取り戻しちゃうというか、そう、それになってて今辛いんです。なんか みんなさ、どこで働いてる？あの、職業じゃなくて場所会社がどこにあるか。毎日違う人だっているじゃん。なんか出張だったり勤務地か。そう、みんなの勤務地に嫁ろうかな在宅。あ、在宅だといいね。新潟、成田。お、空港ですか？私のね、ファンの人はね、すごいんだよ。看護師さんもいて、美容師さんもいて、獣医さんもいて、で、トラック運転してる人もいたり、あとね、何の人がいたっけ、商社マンみたいな人もいるし、そう、ネイリストもいるし、でも、まあ、長らくアイドルやってるとね、なんかリカちゃんのおかげで、なんかなんとかの試験受かったよとか言ってきてくれる人がいて、めっちゃ嬉しい。そう、メイクしてるの今。もうちょっと待っててー。私も今日在宅なの在宅ワークだけ。しかもちょっとだけ余裕がある。嬉しい。彼いっぱい寝れると思ったんだけど寝れなくて、結局ショールームしてるそう、夜ちょっとだけあの出る予定があるんですけど、それぐらいですかね。
パイレーツオブカリビアまでに帰ってきたい。珍しくゆるゆるな日なの。そう、金曜ロードショー。また来週から寒くなるみたいですね。今日パイレーツか、あれ今日じゃなかったっけ、あれ今日じゃなかったっけ、わかんない、ごめん、わかんない、今日の気がしてただけ、今日だった気がした。今日じゃなかった、ショックだな。日本国民で誰よりも金曜ロードショーを楽しみにしてる自信がある。なんか金曜日って私にとって唯一夜更かしを許されたばあちゃん家に泊まる日だったんですよ。だからなんかおばあちゃん家でずっと金曜ロードショー見てた思い出がある。しかも録画して次の日も見てた。いいよね。そう、なんか家のあれは男ばっかりなんですよ。本当私が初めて女の子みたいな。いとこもみんな男で、私だけ女の子だったんで、すごい門限も厳しいし、もうあのマジで箱入りだったんです。だからまあ友達できなかったっていうのもあるんですけど、そう、めちゃくちゃ箱入りだった。だからになる気持ちもわかる。本当、もう本当に男ばっかりの中で育ったから、だからねポケモンとかジャンプとかね、そういうあれなんですよ私は。で、あのママも体が弱くてずっと入院してて家にいなかったので、あのそう、私本当にもうおばあちゃん家にずっといた。パパは働いてるし、家に誰もいない、だじいちゃんとばあちゃんと一緒にずっといて。そう、だからね、よく私の取り合いが起こってたんですけど、私は我関せずといった感じで。たまに帰ってきたらみんな私の取り合いをしてって。面白いよね。
でも私ちっちゃい時からなんか よくわからない人生2周目みたいな顔してたんで、なんか理科のために争わないでじゃなくてめんどくさいなって思ってた。まあめんどくさいなって思ってた。謎に達観してたの。わあ！何ですか？あ、そっちね。そっちが落ちたの。まあいいや。おもろいよね。なんかさ、これもらい物なんですけど、パウダーがちょうどなくなってね、 B アイドルのさ、このラプンツェルコラボみたいなやついいのかな、わかんない、わかんないや、使ってみようかな。でも私イエベだからな、こんな明るい色似合うかな、ちょっと使ってみたいけども。うわあ！ちょっと雪崩が起きてるんですけど、気にしないでください。もうね、メイクのね、置いてあるね、箱の中身がね、大変なことになってて、みんないっぱいくれるからさ、うえ、ネイル、そうなの。それでなんかみんな理科の取り合いをしてて、で今もなんかファンのみんなが私の取り合いをしてくれてるので私取り合われてばっかり、キャーってモテモテやないか、うん、まあその方が私は嬉しいんですけど。ねえ、ないよパウダー。私がさ買ってきたやつどこ行ったんだけど。よっこらしょ。やめた？どこ行ったんだろう。これ？これか？あ、これだわ。やめてやめて。ちょっと、ああ。ごめん、なんかいかがわしい、いかがわしい音声。いや、違いますよ。あの、別に誰にも襲われてないです。よいしょ。おはようございます。定期的に雪崩に埋もれてそう。よくお分かりで。新しいの買ったはずなのにどこ行ったんだろうって探してたら時間がかかってしまいました。私あのパウダーはね、信用してるやつじゃないと肌が荒れちゃいそうで怖いんですよね。
だからさっきの可愛かったパケのやつは最強に体調がいい時に使います。それでいけたら使っていこうかなと思って。そうなの。でも多分大丈夫な気がするけど。私が使ってるのは3のアルティメイトダイヤフェネスルースパウダートランスルーセント01番です。もう一回言いますか。3のアルティメイトダイヤフェネスルースパウダーかっこトランスルーセント01番です。覚えた？アルティメイトダイヤドラン途中ポケモン挟まってるけど、アルティメットダイヤフェネスなんちゅうかかんちゅうかもう忘れたなんだっけ。だからみんなが私とお揃いを買う際はそれにしてくださいね。楽しみだな金曜ロードショー。それでね、金曜日泊まるじゃん、ばあちゃん家に。で、土曜日の朝、土曜日の朝、まあ、私がパンケーキが大好きで、おばあちゃんがいつもパンケーキを焼いてくれるんですよ。パンケーキかクレープ作ってくれて、まるで姫だった存分に甘やかされてて笑顔。いやだからさ、私超甘やかされてたんだって、ばあちゃん家では。ばあちゃんじいちゃんにとっては私が初の女の子の孫だったので、そうなの。ほっこり話でしょう。なんかでも男兄弟の中、違うわ、なんだっけ、女兄弟、女姉妹の中で育った男の子一人ってめちゃくちゃさ、こう女性の気持ちがわかるいい人に育つじゃないですか。
私その逆だからさ、クソほどわがままに育ってしまった。怒り話すぎるね。でしょ、何でも買っても、いや全然そんなことはないけど、あのうちのおじいちゃんは私に何でも買い与えようとするので、あの父と母が止めてましたね。何でも 買わないでくださいみたいな。なんか多分これ頑張ったらこれが買ってもらえるみたいな、そういう教育方針みたいなあるじゃないですか。勉強頑張ったらこれ、なんとか頑張ったらこれみたいな、ダンス頑張ったらそれみたいな、そういう風にしたかったのに、じいちゃんが何でもかんでも買うから、なんかなんか甘やかさないでくださいみたいな。てかこの話需要ある？需要ないよね別に。でもおかげで私は立派なおじいちゃん子だったんで、おかげで私はなんかいろんなお散歩とかもめっちゃ連れてってくれたし、もうとにかく私に優しかったんですよね。だから私も今メイクしながら見てる。ほんと私は今眉毛終わったよ、やっとやっとの思いで眉毛が終わった。最近田舎のおばあちゃんに会えてないな。でもたまにすごい一人暮らししてて寂しくなる時ありません？もうねご家族が
他にいらっしゃる方はならないかもしれない。寂しくなるんですよね。なんかでも世の中にはさ、家族の分だけ家族の形があるので、なんかやっぱそれをさ、そんなに家族のことをね、別に反抗期とかじゃなくてもちょっとなんていうの、煩わしいって思ってる人もいるかもしれないじゃないですか。別にそれはそういう家族の形なので、私はそれでいいと思うんですけど、でもなんかちゃんと、だから私はその寂しくなれる環境に入れててよかったなって思ってますけど。電話はたまにしてる？寂しさってどうやって紛らわせている？だからあれだよね、もうイケメン鑑賞っていうのは嘘でっていうのはまあ嘘でさ寂しい時どうしてるか、でも電話するかな私も。あ、まあ友達と遊ぶとかもあるけど。なんかイケメンって誘導さ放つとさ、湧いて出てくる民いるよね。なんなの。結局顔か。いや顔じゃないんですよ、私の言ってるイケメンはそういうことじゃないんです。電話いいよね。うん、電話するかな。あのもうね、すごいあれなんですけど、そうイケメンに敏感な民が何人か。そうイケメンは心ですよ、最終的にはもう心。どれだけ顔が良くてもクズはいっぱいいますからね。私はもうこの世界に入ってすごくそれは感じていることで、なんか表に出てる人ってさ、やっぱりある程度仮面をかぶるわけじゃないですか。私みたいな人ばっかりじゃないんですよ、その隠せないみたいなあの全部出しちゃうみたいなあのそういう人ばっかりじゃないので、やっぱりこうちょっとはね、よくいい風に見せよう、人前に出る立場だからってやってらっしゃる方の方が、まあどっちかっていうと大半はそっちじゃないですか。だからなんかなんだろうな、そのギャップがすごすぎて、わーこの人裏でこういう感じなんだってなったことが結構あったのでそう、顔がいいからって何しても許されるわけじゃねえからなっていう。
だってさ、まああれ何スキャンダルとかもそうだけどさ、この人がみたいな人がさ不倫してたりするわけじゃないですか。私不倫する時でもみんなに言うかもしれない、不倫しようと思うんだけどどうっつって。絶対ダメだよリカちゃんって言ってね。ダメだよ、その時はなんか全校リカちゃんがいいと思うならいいんじゃないみたいなやつやめてね。言いそうみんななら言いかねない。リカちゃんが決めたことならオッケー。だって寂しいんだもん、仕方ないよね。みたいな。いやマジで言いそう。いやそう本当にそれが怖いよ私は一番。言いそう。悲しくさせる方がほらもうその兆候が見られる。いいじゃんって。いいじゃん。一緒に笑えば OK、 全力で止める。いやでも止めてください。はい、過去の私が止めろって言ってたんで止めます。リカちゃんそれだけはダメです、過去のリカちゃんが止めろって言ってたんで止めますって言って止めていいですよ。っていうか止めてください。本当に。他にも止めてほしいことある。なんか私衝動的にピアス開けたくなるんですよ。開けたことない、開いてないんですけど一個も。ピアス開けたり整形したりしようとするのは止めてください。なんかメンタルが乱れてるとそういうことをしそうになるので、そう止めてほしい。それはさすがにリカちゃん痛いの嫌いって言ってたじゃん。今はそういう気持ちなだけだよ。でも本当になんか気分で動いて後悔することって結構あるので、買い物とかもそう、なんかなんでこれ買ったんだろうみたいな衝動的に買っちゃうのがあったりするので、でもさみんなに一回聞くところが可愛いと思わない。こうしたいと思うんだけどどう。ね、可愛いあるよね。相談できる友達とかいないからさ、やっぱみんなに聞かなきゃ。本当にでもね衝動的にやっちゃうことがあるんです。髪の毛バッサリ切った時あったじゃないですか。あの時もすごい嫌なことがあってめちゃくちゃ短くしたんですけど、
え、覚えてます？その時からファンだった人いるかな。めっちゃバッサリ切ったんですよね、30センチぐらい。本当にいいのってゆうたさんに500回ぐらい聞かれて、え、本当に切ってください、切るよ切るよって。本当にいいの、こんなに伸ばしたのに。びっくりした？そう、でもあれ最初に見せたの青春高校だよね。切ってすぐ青春高校に出なきゃいけなくて、モブメジャー、そうだよ、私あの青春高校で見せるのはちょっと遺憾だったの。だからファンの人に一旦言っとこうと思って、モバメで先に言った気がする。あ、その考え私今も変わってないわ。でも信じてもらえてなくて、なんか本当に切ったのかなみたいな、リカちゃんのモバメ見たけど本当に切ったのかなみたいになってて、ここで出てきてみたいになってたって。これは本当のやつかってなって、そうそう、でなんかざわざわしてる中出たんですよね。夏いなぁ、そんな時もありました。マジじゃんってなった。だってスタジオ入ってったらね、あの生徒たちが、みたいな。めっちゃ面白かった、あの時のみんなの反応。ずっと長かったからね。でもまたいつかそのあれが来るかもしれない、その周期が。甘んじて受け入れてください、そうなった場合。これもない、ちょっと待って、やだ、
全部なくなる。なんで同じ時期に全部なくなるんですか。同じ時期に使い始めてるからです。ありがとうございました。完結しちゃった。え、みんな何してんの。仕事終わったの。これから仕事戻るよって言ったら泣くからね私。って今日休み一生入れます。おー、すごい。いつもは忙しい言うなった。すごい。この時間コメント少ないのも多分空気を読んで、空気を読んでコメントしてくれてるんでしょう。仕事をしてない。あ、根本的にね。仕事中です。仕事しろ。すいません。あ、これもうこれを探してたんです。ずっと見つからなくて、どこに入れたんだろうって思って。よいしょ、せーの。
すすめのリップはなんだろう、おすすめのリップは最近ね、ロム&のデュイフルウォーターティント04番、これ四角いやつ使ってます。持ってる04番だよ。なんかでも可愛いリップないかなって探してる。個人的にはあのまつげに一番力を入れてるんですけど、まつげはあのエスティローダーのマスカラ下地つけて、エレガンスのマスカラつけるのが一番伸びる。一番メイクの中で時間使ってんのまつげだと思う。私綺麗に上がってた？でしょ？姫。はい。姫です。ごきげんよう。もう今年は姫っぽく生きるって決めたから姫っぽく生きるんです。私はずっと言ってるけど
きげんよう。常に姫です。本当？もうちょっとで終わるから待ってて。こんにちは。みんな仕事に戻ってくんでしょ、どうせ。白状もの、白状もの、いる？本当に？本当に？あー、ちょっとな、中指折れました。そうです、中指折れました。くっついてくれ。は？中指の話？中指はね、今ね、先ほどね負傷しても二度と戻らない。助けてほしい。あれ？困ったな。探し物してたのに、探し物が何だったか忘れちゃった。
あ、これでいいか。どうなんですか？ドゥドゥン。いけそう。これでやっとみんなの前に顔が出せるようになります。はい、お待たせしました。ちょっとこれの干渉がすごい、照明の干渉が。いい感じ？いかじゃなかったみたい。後悔するからやめな。どうしよう。ちょっとバブい。なんでだろう。照明じゃない。昼ご飯どうしよっかな。食べなくていい。って言うと怒られる。これといい感じだ。何か食べるものあれば。食べるもの。なんかあったかな。違う、買ってきます。髪の毛どうしようかな。髪の毛何がいいと思いますか。私今日在宅ワークなんで、あんまりあれなんですけど。
ちは。どうしよう、髪の毛どうしたらいい？優雅に巻く優雅に巻くとは、喉痛くなってきた。とりあえず巻いてみるね。巻いて損はないだろうから。優雅ってところが大事。なるほど。大きめにってことなの、優雅という。これは違う。しなきゃ。わかんない、優雅がわかんないんだけど私お腹すいた。だからりっちゃんにご飯作ってくれない。生姜焼きの材料ならあるよ。どうせそんなこと言って私が作る羽目になるんですけど。
何食べたい？チャーハンチャーハン食べたい。チャーハン大好き初めて言ったけどチャーハン大好き初めて言ったんだけど、ウケる。ここへ来て初出し情報なんですけど、チャーハン好きなんですよね私。五目チャーハン、何チャーハンでもいいけど、私はキムチチャーハンが好き。辛いの好きだから。優雅ですかこれ優雅に負けてる。あ、とっても優雅。本当優雅だな何をもってして優雅なのか、そろそろ教えていただいてもよろしいでしょうか。これ優雅？これで合ってる？解釈一致？血まみれになってしまう。これ優雅でしょ、さすがに。これ優雅だ。さすがに優雅だよ。満足？満足した？
目カピカピになってきた。できた。完成。完成です。お疲れ様でした。完成しました。イエね、どこないの？ビューロン、ビューロンだよ。春になってくれ。でも春になったら理解、春の妖精だから消えちゃうよ。春が来たら消えちゃうよ。お寿司がカタンということでありがとうございます。一生冬であれ。あれ、手のひらドリル野郎いるじゃん。いいの、桜のように散って消えていくよ。冬が一番好きなんだよ。春の妖精ですから、私。あー、もう冬しか勝たん。なんかさ、最近さ、なんか私が割と卒業意識していますみたいな発言をしてるからさ、みんなさ、いなくなるとか消えるとかそういうワードに敏感なんだよね。大丈夫だよ、もうちょっといるって生誕祭で言ったじゃん。忘れちゃったの？冬っていいよね。そういうさ、そういうワードに敏感になってるよ、みんな。なんか。ちょっと、消える？卒業？いなくなる？卒業？すぐそうやって結びつけるでしょう。やめて。そんなことないから。心臓に悪いな。リガちゃんには何も隠せない。私、勘がいいのでみんなの気持ち分かりますよ。
葉のあやです、言葉のあや。桜とともに、もう冬はもう私は大嫌いなので早く終わらないかなって、寒いし寂しいし、なんかずっと冬眠って感じだから、早く春になってふわふわ飛んでいきたい。早く春にならないかな。なんでね、やっぱ冬で。一個前のコメント何じゃ。本当に面白いね、みんなをこう手のひらでこうやってやるのが私の趣味。飛躍するってことよな。あ、そう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 。そうそうそう、そういうことだよね。そう。今日いつにも増して美術高い。ね、いつもそれ言われるんだけど。何？日によって好みが違うの？毎日それ言われる。今日美女いいねって。何でもいいんじゃん結局。日に日に進化して日進月歩ってこと。でも今日はなんか化粧がうまくいってない。ちょっとだけ顔削ろう。顔で顔化けだから顔削りたい。マスカラどうやって落として、マスカラはあれだよ、部分メイク落としみたいな、ポイントメイクアップリムーバー、メイクリムーバーみたいなやつで、マスカラだけ先落としてって感じですね。コットンに取って目の上に置いてみたいな。カールキープのマスター下地別で使ってる。うん、使ってる。エスティーローダーのマスカラ下地にエレガンスのマスカラをつけるのが一番伸びます。このようにこれで配信で伝わらないんだよね。すっごい伸びてる。こうやってやったらわかるかな。わかる。すごくない？めんどくさくてカールキープはしてないんだ、ボディーやで終わっちゃう。まあそういう日もあるよね。
まあでもそんな刺して変わんないから。これで OK、 ハートはいつでも OK、 プププププジャマでドライブ、月明かりを一夜ないに、こんな時間からどこへ行くの、秘密のデート、パジャマでドライブ、強引だわ信じられない、こんな格好のまま連れ出されて。パジャドラないんだよね、カラオケにね。どうしても会いたかったと、無茶ばかり言う人。準備が終わりました。NGT48 の中井理香です。いわゆるメイク配信はそんなにしない方でした。見せない、メイクしてるところは見せないけど、あの全然聞いてくれれば何使ってるかどうかぐらいは教えますよ。ポルトガルから来ました、いらっしゃいませ。スピン NG、 スピンは NG ですね。結局なんか頑張ってメイクして毎回可愛くしてもらって出てる自分が何ってなりそうでっていう考えもある。シンプルにスピン見せたくないのもまああるんだけど、なんかそれだけじゃなくてやっぱりなんかいつもがもうじゃあ何ってなるから見せないっていう。
難しいところですよね。うん、でもこれは自分の性格の問題なので、意外とスピン、ノーメイクの写真はモバメにはたまに載ってるけど、なんかレアじゃんその方が。今日も可愛いです、ありがとう。ん？やだな、どうせならオフが良かった。幸せ一個あるだけでこうもね、しっかりとした出来にしなきゃいけないこれがやだでもなんかみんなの前ではこういう感じで喋ってるけど、仕事するときはちゃんと仕事してるんですよ。私偉くないですか誰ってなると思うよ多分。ここはこうしてこうしてください、でこれがあれなんで、私はこうしたいと思ってるんですけど、予算的に厳しければこっちでも大丈夫ですみたいな。すごくない？仕事できた、そうでしょう。リカ姫のあの長くはできない、一回だけのソロ公演やるって言ったら来ますか？あの継続はしない、一回だけ。どう？一回限り。
来る？一回限りのソロ公演。何としてでも行く。本当？やったやるの確定して、してないよしてない。見てみたい？でも劇場理科一人で埋められるかな心配だよ。いやいやいや、どうだろうね。絶対無理だと思う。絶対無理。いや、みんな舐めすぎだよ。マジで。イベント来る人の人数とか考えたら絶対埋まんないと思うんだけど。それだったらもうお友達を誘ってきてくださいはい、他のグループはそうだよね。ソロ公演見たすぎる。絶対瀬戸家神じゃん。それでやれるんだったらしたいけどね。自分で構成考えたりする。だってほぼソロコンとかもほぼ全部自分で考えたし、ほぼもうプロデューサーやってますから一応クラクラ公演だって私が瀬戸利全部考えてるし、おつぶねに関しては衣装私に全委託されてたし、意外とそういうのやってるんですよ。
NGT の中井 P だね。信頼と実績の中井コーポレーション。でもなんだろう、自己プロデュースというか、なんて言ったらいいんですかね、うん、それがファンの人の需要に合ってるかは私は分からない、正直言って。だけど私が好きなものって多分私もオタクだったから好きだったものだの、歌とかね、セトリとかも、なんか私があの48のファンをやってた時からすごく好きだった曲とかなの。それってさ、結局どっちの気持ちも分かるから、できてるっていうのもあるけど、やったことない曲とかやってみたい曲って結構あったりするんですけど、リカちゃんのチョイスはだいたいこれこれってな。え、それ本当？でもなんか、やっぱり女の子向けなんだよね、どう考えても。それをなんかそこまで加味して分かってくれてる人だったらすごいいいって思ってくれてるんだと思うけど、このツアープライオリティとかあれはちょっとふざけてたけどね。ただ声質がすごくあの私に合うなって思ったんですよね、木下桃花さんの声が、低さというかがなんか結構私が歌いやすい、ソロで歌いやすいなって思った、ああいう曲調のそういう曲プライオリティ夏、もはや懐かしいんだけどなんか恥ずかしくなってきた。そうだよね、やってたよね。実はナンバ推し、私生粋のナンバ推しですよ、もう全然わかんないけど今。推し遍歴はこじはるさん、板野さん、こじはるさんに戻って、その後ミルキーさんになったかな、うん、でも結構こじはるさんと板野さんは同時期ぐらいにずっと推してた。可愛い、なんか違うベクトルで可愛いじゃん。すごい女の子女の子してふわふわしてるこじはるさんと、めっちゃ全部携帯とかもデコデコ、その時はガラケーなんだけど携帯とかも全部デコデコのギャルだなーっていう板野さんと、そう、私はどっちも好きだったので。そうで、その後ミルキーさんにあのナンバのオーディション番組みたいなやってて、この子が受かりましたみたいなやつとかがやってて、その時にあのスター姫探したのかな、そのスター姫見てて可愛いってなったのがミルキーさんと、
そう。48追ってたから、そういうの見てたんですよね。そうで、すごいずっと可愛いってなって、そっからずっと見てて、みずきさん推しになりました。めっちゃ子さんやね。でも今全然わかんないから、もうずっと好きだったけど、ギリ被ってたぐらいで、ミルキーさんもう卒業されるの決めてらっしゃるんだろうなっていう感じの時ぐらいに入ってきてるので、なんか、うん、一緒に踊るということは叶わなかったんですけれども、だからナンバの曲ばっかりなんです、私が知ってるの。 SKE さんの昔の歌とか全然知らない。SKE さんとか博多とか全然わかんないの、申し訳ないんですけど。もうずっとナンバをしてたので、ゆきりんが難波か新潟だったそこで、よっ、いやいやいや、ゆきりんさんはあれだよね、その時なんかミルキーさんもチーム B を兼任した後に SKE さんにもう一瞬いて、一瞬っていうかまあ結構いたんだけど、だってカンガルーとか選抜だよね、ミルキーさん。だから知ってたんだと思う、私。だから SKE さんの曲は全然知らないけれども、カンガルーとかはその時期のミルキーさんがいた時期の SKE さんだけ知ってんの。結構一途。結構一途な感じだったから、そう、その頃から楽しい。だってミルキーさんのフォルダ作ってて、マジその時ミルキーさんだけで4万枚ぐらい写真保存して、同じやつとか5枚ぐらい保存してたからね。なんか誰かがスクリーンショットしたやつツイッターで拾ったりとかして、全部もう保存して、で M ステとかも出たら可愛いと思ったところちゃんと止めて写真撮ってってやってたら4万枚ぐらいね。めっちゃすごい好きだったんですよ。劇場ね、怖くて行けなかったの。なんか男性のファンがやっぱ多いじゃないですか。でそういうのでなんか
ま、許可も下りず保護者からの行けなかったの、未成年だったし。同じことしてるわね同じそうでしょ、何回も見てた M ステの、めっちゃすごい好きだったから。だからあのワルキーの振り入れが何時でって説明されて、あ、ワルキー振り入れいらないです、私踊れるので初めてワルキーやる時のぶっつけ本番、もうみんなが見てる投資リハみたいなので初めてやって全部できたからね振り入れしたことないの、だからワルキーに関しては。もうだってテレビの前で一緒に踊ってたんだもん。あのリクアワのさ DVD とか買ってさ、やってたから一緒に。完コピしてた。そう、ワルキーとジッパーは振り入れしなくてもいけたんです。体に染みついてた。いやでも本当にそれぐらい好きで、ミューキーさんどこが好きって、ダンスがうめえんですよ。私ダンス面がすごい好きで、だからもう NGT ではアイナとかめっちゃ好きだったの。だからもう踊り方が綺麗、ダンスがすごい上手にできる人って尊敬するので、なんかわーって だからね、マストビーナウとかねぶっ刺さりでしたよ。ドントルックバックもすごい好きでした。あれはナナさんがセンターだよね。さやみるきも好きだったんだ。さやみるきが一番尊いってなってた鴨ねぎも好きだったし、ダンス曲なーちゃんの卒業曲ねえ、やっぱあの3トップって強いですよね。いや顔面偏差値どうしたっていうかわいすぎやろ。それでおもろいんだよ、さや姉さんとかやばくない？何でもできるやんこの人超人やんね、本当におもろくて可愛いが一番いいよね。逆にじゃあ何ができないんですかっていう
ダンスできて、歌できて、おもろくて、可愛くて、おっぱいやる？最強やん。何ができないの？さや姉さんって本当にパーフェクト。でもね、さや姉さんとはね、ちょっとだけ一緒に活動できたんですよね。ハイテンション同じだったので、めっちゃ嬉しかった。あれ、しかも生写真もさや姉さんと、待って、さや姉さんと指原さんに囲まれて、私なんか囚われた宇宙人みたいになったの思い出した。やばい人たちが隣にいると思って、こう目を合わせてはいけない。ちょっとじゃあ3人で撮ろっかって言われて、すごいもん、なんでなんでここに私って思いながら撮ってたの。思い出したわ、なんでここに私なの。心臓ドキドキしてて、もう口から出そうだった。怖い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 、無理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 、殺される。いやー、怖かったね、あれは。個人の撮影終わって、ありがとうございましたって吐きようとしたら、すぐに、あ、じゃあこっち来て3人で写真撮ろうかって。待って、なんで。いや、なんで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 。うん、ティーチャーティーチャーもそう、そうね、パレード来たかと思った。聞こえる。なんか、わん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 って言ってた。え、そう、懐かしい、私、そういえばオタクだったわ。お昼のパレードの時間か、そんなのあんの？私知らなかったんだけど、わわ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 みたいな。大丈夫かなって思って音声消してました。ディズニーランドやん。私がディズニーランド好きすぎて、ディズニーランド側から来てくれたのかな。
それは今すぐ行った方がいい。ディズニーランド側からリカちゃん遊びに来たよ、はぁってイマジネーション似てるんだが、似てるでしょ。みんなも一緒に踊ってね。急にミッキー遊びに来たらビビる。確かに。ミッキーさんおはよう。でもミッキーがいなかったら私はなんか多分重度な精神病にやられてもうここにはいない。だからみんなは割とミッキーに感謝した方がよくて、本当に結構しんどい時期にすごく助けられたんですよ、ミッキーには。だからミッキーありがとうってちゃんと言わなきゃダメだよ。だってミッキーに会うために頑張ろうって思って生放送出てた時もあったし、これはミッキーに会うため、これはミッキーに会うため。そう、あの青春高校の岩永さんっていう、信長っていうコンビの、もういないんですけど、信長っていうコンビの岩永さんって人が一緒にあの副担任みたいなやってたんですよ。で岩永さんも結構病んでらっしゃって、その時からずっと「これはミッキーに会うため」って言ったら、岩永さんに「これは美味しいご飯を食べるため、これはミッキーに会うため、これは美味しいご飯を食べる」一緒にずっと病んでたの。超覚えてる。めっちゃおもろいんだよ。そうそう、あのプレトークの前の時とか、これはミッキーに会うため、これは美味しいご飯を食べるため、私たちって必要ですよねって言ってお互いに確認し合うせやと思うで。岩永さん結構好きやったね。なんかすごいことになってますよね今ね、なんか YouTuber みたいな。ね、篠田さんに関しては私もどこへ行ってしまわれたのかちょっとよくわからないんですけれど、岩永さんめちゃくちゃいい人だったのに、なんか結構ヤバめの YouTube しててちょっとだけわってなった。そうなん、そうそう、なんかあのインスタフォローしててインスタで流れてくるのよ、なんか動画投稿みたいなやつとか、結構なんか結構なんかえぐめのやつやってた。
そうなの、すごい懐かしいな。人生においてなんかあんなにテレビ局に通ったのってすごいことなんだなって私最近思い始めた。もうだいぶ昔になっ、そうね、もうだいぶ昔だよね。500億年前ぐらいかな。ねえ、青春高校の番教行ったの懐かしい。確かにそこから HKT に行って今はメンバーの子いる。なんか私さ、それさ止めたんだよ。なんかもし今ここでやりたいことがあってここの子があるならいた方がいいんじゃないって言ったんだけど、でも今を考えたらもうそれで正解だったかもしれない。でも本当に私もさ、こう未来が分からなかった、コロナになるとかだから全然読めなかったけど、でもあの時あそこにいた方が絶対こう何いい風に活動していけるっていうのは分かってたから、この生徒たちが、っていうか私は生徒が羨ましかったのね、どっちかっていうとすごく。だから本当に本心でその子のためを思って言ってたんだけど、でも今考えたら言って正解だったなって。そう、私でも本当にそうなんだよね、あの時言ってくれてよかった。で私のことを聞いてさとどまってたらすごい後悔させてたかなと思って、たまに考える時があって。でもすごくね、結果いい風になってよかったなって思ってますけど、でももうあの時私が本当に生徒のことが羨ましいなって、アイドルできてていいな、曲もたくさんもらえてデビューもできてイベントもできて、私はやりたくないことばっかりやってるのにたくさんやりたいことやらせてもらえていいなって思っててでそんなところにいるのに何が不満で出ていくのっていう風な感じだったの、自分の気持ちとしては。だからなんか別に意地悪しようと思ったらさ、なんかでは行った方がいいんじゃないとか、絶対その方が正しいよとかも全然言えたんだけど、でもなんか私は心から別にその子のことを嫌いだったわけじゃないし、な羨ましいなと思ってたけど、なんかまあ幸せになってくれたそれでいいなと思って言ってたから、本心では本当にいた方がいいと思ってたんだけど、
だって自分もいるからさ、その地方のグループに。それがどれだけ大変、行ったり来たりしたり、なんかその何、もう最初から住まなきゃいけなかったじゃないですか。 NGT とかに関しては新潟に住んで一人でやっていくことの大変さを知ってたから、なんかとても進める気にはなれなくてそうなの。まあでもみんなからしたら私が羨ましいって思ってたかもしれないけどね。でもね、ぶっちゃけ言ってね、私その時人のこと考えてる余裕なかったじゃなかったからなんかその時は真剣に喋ってたけど、今も昔もリカちゃんは、いや全然ですよ。今日は暇でも寝れなかった。眠たい。なんか寝てるのにさ寝てないみたいな、あれ何なんですかずっと意識はなんか若干あるみたいな。そう。年取るとそういうの、年取ったのかな私やっぱりそう思う。私もそう思ってた、年取ったのかなって。そうだわ。じゃあつらお、リカちゃんはまだ若いでもなんかずっとこのままというわけにはいかないので、やっぱ年は取って、だってさ、もう昔の写真見たら若いんだもん。若い、可愛い、この時の私なんなんこいつ、イライラするわーって思って、どんどんなんか衰える自分に嫌気がさす。今も可愛い？ありがとうありがとう。なんかさ、若いだけでチヤホヤされる。あの頃はもう帰ってこないと思ったら突然虚無感に襲われる若いだけで可愛いねえみたいな、若いね、可愛いね、ピチピチやんって言われてたのが言う側になったんだと思ったら、すごいなんか腹が立つてか魔法の花ないかな、ラプンツェル。花はきらめく魔法の花、時を戻せ過去に戻せ、
傷を癒やせ運命の川さかのぼれ蘇らせろ過去の夢ちょっとキラ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 って光って、それで私の髪は歌うと光る魔法の髪なの、歌うと光る、私の髪は歌うと光るのよ花はきらめく魔法の花、うってやって水の中で溺れて、全部覚えてる全部覚えてる私。覚えててすごい垂れ流してるからね、朝とか準備しながら垂れ流しながら一緒にセリフ喋りながらメイクしてたりする。そうなの、大好きだからラプンツェル、ラプンツェルになりたいラプンツェルになったら18歳だもんまだでもさ今戻ったらどうなるんだろう、嫌だな、もう同じこと繰り返したくないから、どうするつもりなんだろう。でもあの時みたいに頑張れないな、嫌だったことを繰り返すってことだもん。そうだよ、しかも私にまだ出会ってない人は私のことを忘れたまま生きなきゃいけない、何年かか、やばくないでもタイムトラベルできたら、私はなんかもしできたら、え、未来と過去どっちに行きたいですか？過去かな、過去、未来はちょっと過去に決まってるじゃん、未来過去今は過去、え、過去に行って何するの何するの、嫌だったことももう一回やんなきゃいけないんだよ。でも対策が分かってればね、次起こること、次喋ること全部覚えてたらあれだけど、そういう意味で過去、なるほど、プロポーズ大作戦、ルーム画像かわいい、ありがとう、でもデブじゃない、ちょっと ルームの画像ちょっとデブじゃない、私お餅みたいお餅みたいな顔してない、ちょっと見てきてみんな、どう
お餅みたいじゃない餅じゃんってならない？餅じゃん。かぶしゃでしょ。餅っぽくない？なんかここのここが餅、このぜぜ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 ぜ餅、癒される微笑みですよいや、おもろいだろモナリザってこと？でもモナリザの角度じゃない？モナリザの角度だったよね。どう？半分真顔で半分笑ってないみたいな。むずくない？でもいや、モナリザの真似してみてできないよ。すごい気まずい顔になるんだけどね、気まずい顔になるでしょ。やってみて、気まずい顔になるからなんかさ、あのちいかわみたいみたいな。モナリザ気まずかったんじゃない？モデルとしてさ、こうやって座ってるわけでしょ、モナリザって。え、あれ実際の人物なんですか？わかんないですけど、こうやって座っててさ、描いてる人が突然全裸になり始めたりとか。いいね、いいね、いいよ、芸術だみたいなやつ、そういう癖があったらさ、もうああいう顔するしかなくなるみたいな。芸術というのは想像力ですから、はい、いいよいいよみたいな。ダヴィンチがこうやって描きながら、いいよいいよいいよみたいな言って、急に脱ぎ始めて、あ、ちょっとすごい脱いでる、すごい脱いでるけど私動いちゃダメだわみたいなすっごい脱いでるけど私みたいな おもろダメージ最低てみたいなことがあったりしたかもしれないじゃん。そんなわかんないじゃん、背景何が。なんかみんな憶測すっごい立ててますけれども、あいつ脱いでただけやでってモナリザ思ってるかもしれないなんかいろいろ言われてるらしいけれども、あいつ目の前で脱ぎ出したから気まずかっただけやでって思ってるかもしれないじゃんモナリザ側は。いや、だから私もびっくりしてんてみたいな急に名前でな、脱ぎ始めるからな、もうほんまにどないしようか思って。芸術家で集めるから、解剖学者だから、それ変だよ、それぐらい変だよ、面白い。そうでしょ、なんかもうモデルが良かったら脱いじゃうみたいな癖がある人。
ちょくちょく出てくる歴史上の人見ながら急にコテコテ。いや、うちをマジで目の前で見ててしんどみたいな、ほんまにしんどくて笑いこらえるに必死やったもんみたいな。そうなるやろ、そうやろ。だから私ももう半分半分だけはもう笑ってよって思ってこう微笑みぐらいにしといたんやけど、でもやっぱ我慢できへんくて最後には笑ってしもたわみたいな。ダヴィンチマジで変なやつやったわみたいな。こんなやつほんまに評価されるんか思ってたもんな。ほんなら何百年経ってみ、めちゃくちゃ大ヒーローやんみたいな。すごない、あがめ立てまつられてたわ、びっくりやろほんま。裸になるダヴィンチより、お関西弁のモナリザの方が気になる。ダヴィンチの天国で今頃喋ってる。ほんならあれやろ、なんやら自画像やらなんやらメッセージが込められてるやら言われてるやろ、あれ私やねん。私や言うてるやろ。なんであんな目の前で脱がれても我慢してずっと落ち着いて座っとったんに、そんな急に違う人やって言われなあかんねんな。私の気まずさ返してみたいな、ほんのやったらもっと可愛く映ってたしみたいな。そんな性格で受ける。関西のおばちゃん。メッセージは一つ、気まずいや。私から言えることはもう一つだけ、ただただ気まずかった、それだけです。なんで急に脱ぎ始めたあいつ、マジでわからんわもう。って言ってるかもしれないからああいう顔になったんだよ。そうだよ、きっとそうだ。関西弁最強、そういう視点もあるんやな。でもモナリザそんなんだったらちょっと好感度上がるよね。モナリザおもろいやんけ。だから何やら重ね合わせたらメッセージがやら何やらな、ほんまはなんか片側だけ笑ってて違う人物描いてるみたいな言われてたり、手の重なりがどうのこうの言われてるけど、あれおもろくて耐えてるところやねん。急に何脱ぎ始めてな、びっくりしてな、もうおもろくて笑いこらえるの必死やってんて。たらめっちゃおもろいよ。モナリザそんな面白かった。モナリザほんまに天国でずっと言ってる。なんやら解析してる学者たち早死なんかな思って。そしたら私ドヤ顔で言うたんねん。あれ気まずかっただけやでって。あれほんま気まずかっただけやでって動画で言うたんやろうと思って。なんやらいっぱい調べてくれてたらしいけれども、あれほんまに気まずかっただけやで、深読みしすぎやでほんま。ご苦労やったな。モナリザって
さ、でも実際にいた人なのかな、本当は。本当はどうなんだろうね。自画像って言われてるよね、ダヴィンチの自画像みたいな。とかなんかね、いろいろ言われてるよね。天国で煽り散らかしてた。おもろ。はい、そろそろ私は打ち合わせ、あと15分で打ち合わせなので、なんかモナリザの話こんなに盛り上がると思わなかった。7位がソラさん、6位がチョロスケさん、5位が元吉さん、4位がタケタケさん、3位がビスコさん、2位が堀巻さん、1位がホッカーさんです。ありがとうございます。なんで昼間から私はモナリザの話をしてるのか、よくわからないよ。